こんにちは、佐藤です。今日はですね、新宿にあるアルペン東京さんにお邪魔しているんですけれども、ここで何やら卓球コーナーがすごいと噂なんですよね。で、今日はここでアルペンデートをしようかなと思い、彼女を連れてきました。彼女を呼んでみたいと思います。彼女。はい、はい、はい、彼女役のユージーです。どうも。あ、どうも。彼女ですよ。彼女と今からアルペン東京巡っていきたいと思います。はい、行こっか。行きましょう。ちょっと、さあ、行くぞ。はい、まずちょっと入り口入りまして巡っていきましょうか。地下1階にあるそうですね。はい、動いてる。お、動いてた。これ左に向けたら僕らが映ってるっていう感じで。ミラーになってます。はい、降りまして、はい、テニスコーナーなどありますね。はい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 、はい、バドミントンコーナー、バドミントンコーナーです。お、お、ありましたよ。おお、めちゃめちゃ多い。やばい、シダ用ラケットが、すごい、めっちゃすごい。そう、量販店にさ、スピガのラケットって売ってないじゃん普通。めっちゃ置いてあるやん。えぐい、すごい。こう備品も取り揃えてあると。シューズもありますと。あ、ここバドだった。どうですか、ここまで。用具専門店とかあんま来ることって僕はないんですけど。ああ、そうだ。でもこうやってパッて見た時に、さまざまなメーカーの品を置いてて、でラケット、ラバーね、まあ、シューズも置いてて、すごくいいですね。ちょっとこれカットがある。もう本当に一通りなんかこう意識揃えれる数があるなっていう印象ですね。はい、うん、確かに初級者の人も中級者、上級者の人も、まあ何でもとりあえずここ来れば揃うなっていうラインナップは取り揃えてあるなって感じですよね。ある程度こう店内を物色させていただいたんで、ちょっとこっからは僕と UG の用具紹介を OK ですしちゃいましょう。はい、はい、今からじゃあお互いのちょっと使用用具を紹介するんですけど、はい、まずここで揃うのかっていうところですよね。あ、品揃いいいからね、はい、揃うかもしれない、揃わないかもしれない。はい、じゃあまずちょっと僕の使用用具が探していきますね。行きましょう。ラケットから。あ、ありましたね。早い、これです。早い、はいはいはい、エビエンジンプロ SHC ございます。おー、はい、僕の使ってるラケットこちらです。はい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 、ラケット見つかりましたね。ラバー行きましょう。行きましょう。はいはい、ラバー、はい、ありますか。あ、ありました。おお、ありましたよ。 DNA プラチナの XH、はい、ありました。はい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 。で、あとはバック面、つぶだかコーナーは、つぶだかコーナーは、つぶだかさすがに置いてねえんじゃねえかな。あったらすごいよ、それはさすが。あった。ありました。あったあった。本当だ。バーティカル20特薄でございます。はいはい。ってことで僕の用具一通りありました。これやらせじゃないですよ皆さん、ね、マジであった。いず行く、行きましょうか。では引き続き僕の、あの用具揃うか、はい、検証したいと思います。はい、それではレッツラゴー。どう、こっから探したらダメだ。そうやな。ここはもう見せ場だもんね。そうだね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ下、え、これめっちゃあるじゃん。でもさ、サイバーシェード、あれなくね。俺は見つけてるけどね。え、待って、サイバーシェードどこ。ちょ待って、マジ。あ、ありました。
一番目立つケース入れなのに見つけられない僕です。ありました皆さん、ラケットは。よし、では次ラバーの方行きましょう。はい、ラバーコーナーここですね。あったー。そして同じ場所にこう2セットで皆さんありましたね。おお、かっこいい。ドラゴングリップと DNA のプラチナ、これで僕の用具一式は簡単に揃えました。なるほど。じゃあここ来れば UG セットは揃うと、まあ、間違いなく揃うし、サテオくんのあの用具だって簡単に揃うと。おお、はい、よかった。もう困ることないですね。ね、早速じゃあこれをお互いどんなこだわりあるかね、はい、ちょっと紹介していきましょうか。はい、はい、はい。じゃあまず UG の使っているラケット教えてもらっていいですか。はい、現在の使用用具はサイバーシェイプ、グリップはストレートに、フォアドラゴングリップ微粘着ですね。でバックを DNA プラチナム XH、 両面マックスで使ってます。なるほど。ちなみに、はい、サイバーシェイプ使う前は何を使われてたんですか。サイバーシェイプ使う前はカーボネード190っていうラケットがあって、そのラケットをずっと使ってました。それに DNA プラチナも両面使ってましたって感じでしたね。そのじゃあサイバーシェイプに変えたきっかけとか決め手というのは、まあ、あのきっかけというのは、まあ、もちろんそのスティガーの方から、まあ、新しいこうやって六角形が出たのでまず使ってほしいと。で使ってみて、まあ、六角形っていうこともあって見え張りとかそういうのは置いておいて、使えるなら使おう、いい品だったら使おうっていうあれで指導したんですけど、すごくラケットの性能も高いし、トッププレイヤー同士のボール打ち合いもあの負けないっていうところから選びましたね。はい、以前使ってたラケットと比べるとなんか具体的にどう違うとかあります？あ、もう弾み、おう、スピード、自分が打つボール、はい、自分が返すブロック一つでもスピードは速くなった。お、うん、で守備の方のブロックもよりあのしやすくなったかなって、やっぱスイートスポットが広くなったなっていうのは本当に感じますね。あ、そうなんですね。はい、ちなみにじゃあ、はい、何か こだわりというか、うん、そういうのってあります？用具に関してこだわり、いつもこれを気にするなみたいな。例えば重量とか。あ、いいとこ行ったねいいとこ行ったね。ありがとうございます。あんまりこだわりっていうのは本当なかったんだけど、はいはいはい、あの僕重量は重くないと嫌です、っていうのは全部で192以上ないと僕は使えないです。そうなんですね。だから僕重いラケットじゃないと持ってる気もしないし、はい、スイングしてる気もしないんです。これも昔から。はあ、はい。ちなみに今 何グラムですか。ちなみに僕は190、今3、4です。あ、じゃあちょうど3か4ぐらいです。ちょうどいい感じの、はい、なるほど。そうです。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ聞けました。ありがとうございます。続いてちょっと僕の用具を紹介したいと思います。はい、はい、やってまいりました。サティオくんのコーナー。あれ違う？あ、まあそうですね。サティオくんの現在の使用用具教えてください。はい、僕の使用用具はディフェンシブプロの SHC っていうあの短いストレートグリップです、うん、でフォア面が DNA プラチナ XH の、まあ、マックス、はい、でバックがバーティカル20のトクースです、うん、はい。これは使用されて長いんですか？スティガってディフェンシブプロと、はい、まあ、これカーボン入ってるんですけど、はい、これとディフェンシブクラシックっていう木材のちょっと弾みを抑えた2つのカット用ラケットがあるんですけど、契約させていただく前からプロも使ったことあるしクラシックも使ったことあるんですけど、なんかもうめっちゃどっちも良くて結構行き来してたんですよね。で、まあ、今はこのディフェンシブプロにちょっと落ち着いてるんですけど、まあ、両方合わせるとかなり長い期間、もう 3,4 年ぐらいはずっと使ってるって感じですね。その用具をチョイスするのに値して、はい、なんかやりやすいなんか技術がこれやりやすかやるやすくなったなとかっていうのはありますか？はい、そうですね、あの今僕がクラシックじゃなくてそのプロ使ってる理由っていうのがプロの方がちょっと弾むんで、カットの、まあ、抑えやすさ自体はクラシックの上かなと思うんですけど、プロの方がちょっと気持ち硬いんで、はい、粒高との相性がめちゃめちゃいいんですよ。おー、カット切れるし、はい、あとツッツキもすごい打感が良くて、ツッツキに関しては僕すごくプロの方が攻撃的な
ツッツキとかできるなと思ってて、まあ、それで、まあ、より得点しやすいかなっていうので今プロを使ってますね。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではサティオくん、この用具に関して こだわりってありますか？そうですね、あ、僕グリップ結構削るんですよ。ほう、はい、気持ちちょっと細くなるようにしてちょっとより手にフィットさせるというか、まあ、そっちの方がやっぱずっと握ってても疲れないですし、なんかカットマンって結構グリップをプレーの中で結構変えたりとかやっぱすること多いんで、ってなった時にやっぱ疲れないようにっていうのでちょっと細めに削ってるっていうのは一つこだわりとしてあります。なるほど、いや詳しくありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、一通り紹介終わったんですけど、はい、まあ、最後にここのアルペン東京さんのちょっと情報をお伝えしようかなと思います。お願いします。はい、まず場所、はい、場所が JR 新宿駅の東口から、まあ、徒歩 2,3 分ぐらいかな、ゆっくり行って信号に引っかからなかったら 1,2 分だそうです。そうだね。だって今日雨降ってて俺めっちゃ急いで来たら30秒ぐらい着いたから本当に近いんで、はい、あとこれすごい大事なのが夜10時までやってるんですね、ここで。夜10時までやってる卓球ショップって本当に都内でも全然少ないというか僕知らないんで、例えば練習帰り部活帰りにまあ夜7時8時とかなっちゃって、でもなんか用具買いたいなって時にいつでもここ来れば空いているので、ぜひアルペン東京さん来てみてはいかがでしょうか。ぜひ来てください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあこの後どうする？カフェでも行っちゃう。バイバイ。はい、はい。